はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルグジです。では今回は提督の決断法バーブギット、ボノ岬沖海戦ヤマト特攻リベンジ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、まずは反抗作戦ののろしを上げようということで、新型の大型空母の開発に入りました。これがその洋上基地ガタガタ空母ですね。もう本当にガタガタにならなきゃいいなと思うんですけど、なんといっても搭載機数150機のね、この超大型空母、これが開発終わって建造可能になれば反抗作戦が一気に進むんじゃないかなと思っています。でその大型空母に乗せる艦載機として、6000キロ飛べるかつ1トン爆弾搭載の長距離爆撃、その護衛機で、長距離飛べる長距離の護衛機も開発が始まっていますので、この開発がね、終わるのをとにかく待ちわびましょう。でアルミが全くないので、もう使っていない航空機を一旦全部破棄してアルミの確保に奔走しましょう。アルミがなければ何もできないというとこですからね。97の艦砲も一度もう配備をされていないものは消して、代わりに銀河を作って配備しましょう。まあ本当はね、貴重なアルミなんで温存したいんですけど、ここは使っていきます。で、前回、駆逐艦1隻失ってますので、駆逐艦を作ります。まあ一番鉄資源を使わなくて済む。とはいえ、1発2発は耐えてもらいたいので、装甲をね、ザルにするわけにもいかないので、まあただ速度重視っていうのもありだからな。34ノット。これをどうするかって話だな。航行速度マックス46に上げて、まあ、走行なんてこれあってもないようなもんだもんな。見つかったら超高速で逃げ切るっていうのを前提に、逃げ切り艦だなこれは。逃亡艦、逃亡型っていうのもちょっと名前が恥ずかしい名前になってるけど、逃亡型。これをちょっとじゃあ作るようにしましょう。でとはいえ今すぐ欲しいので一隻は作ります。でさらに艦隊をもうばらけさせとかないといけない。まあ日本近海はいいんですけどね、沖縄沖はこの後艦艇を、まあ今作った駆逐艦をね、配備するでいいと思います。で、南シナの方は、慶順を一隻切り離して新しく艦隊を用意。これで、まあなんとかなるかなってところですかね。で、マレー沖には航空機を配備したので、南シナにも、うん、そうだな、航空機を配備しましょう。銀河。錦の推定。まあしょうがないな。戦力的にはどう見てもしょぼっちいけど、これで耐え切るしかないからね。では時間を進めます。まあできれば、レイテかマラッカか。マラッカであればアルミが9。レイテであればアルミが13入ってくるので、この辺りにスパイを送り込んでおいて、チャンスがあれば、攻める。逆にね、奇襲の一発をかましていきましょう。で、ここは薄くでもいいので、とにかく、技術開発、健康一滴、逆襲のための対応を入れておきます。あれ、アルミがなんか余裕があるな。何事？こんなこと、ありえないでしょう。まあ、ただ、この後、空母を2隻、3隻と建造したいので、鉄は温存します。何？これ、レイって取れるんじゃないか？マジか。マジか。レイテのスパイが逮捕されたはいいよね。洋上基地型空母と逃亡艦が開発完了ですね。そして夜間の航空機がついに来た。ただ、開発費7000円はちょっと出せないな。マラッカ海峡、これいけるだろう。スパイ潜入レベルが1か。もうちょっとレベル上げないと怖くて、ちょっと進行はできないかな。レイテにももう一回スパイを送り込んで、技術開発はちょっと一旦見送りましょう、今回は。で、それよりも、まずは艦隊の配備を行います。神経性。駆逐艦を配備して、これを沖縄に出します。沖縄をしっかり守ってもらわなきゃいけないからね。で、今回は空母を作る。待ちに待った新型の大型空母。その名も超赤城。しっかりね、反抗作戦の総期間として12週間耐えましょう。とにかく耐える。で、輸送船を作りたいけど、まずは鉄をちょっと温存だな。次のターンでお金が入ってきたらもう一隻、空母を作っていきましょう。はい。そんなとこかな。ちょっと一旦セーブをさせていただきます。もうこれね、敵が侵入してきて逃げ切りに失敗したらリロードする、タイムリープするっていう、その繰り返し作業になるので、すいません。ちょっとね、みっともないんですが、セーブはこまめにやらせていただいています。で、物資援助はどうせ動かす艦隊もないので、石油をね、とにかくドイツに押し付けましょう。石油の押し売り。南シナ海に敵艦隊。南シナ海、これアメリカ軍の可能性が高いな。さあ、投入する艦隊ですが、まあ、こんなところかな。慶順2隻に潜水艦隊という戦力ですね。航空機の戦力はもう本当にしょぼいので、なんとか逃げ切ってくれと、その願いを届けるしかない。しかも夜か。せっかくの航空基地が活かせないな。了解。では時間を進めていきます。やられました。なのでタイムリープしていきます。これがあるんだよね。まあ敵の艦隊がね、大きかったというのもあるんですけど、ちょっとタイムリープをして戻ってきます。はい。で、ちょっとタイムリープして戻ってきました。で、よくわかったんですけど、敵の偵察機の数がえぐくて逃げ切るのもなかなか難しいので、敵の数をやっぱり減らすという動きもとても重要だと。大型の空母を作ってはいるものの、アルミ不足はいかんともしがたいというのがあってですね、今回は、つなぎとして特攻型の潜水艦をね、ちょっと作っていこうかなと思ってます。特攻型潜水艦。魚雷は2連装の6機。対艦攻撃力が格段に増しましたね。速度も増します。その代わり、もう、ザルのような走行。ザル走行を持った、このね、潜水艦をちょっと用意しましょう。いやー、ただ必要建造鉄鋼が、建造資金が高いのはきついからな。まあ、2連装、いや、単装を、6機。これ2連装にするとどうなる？格段に上がるな。2連装4機。いや、単装6機の方がいいね。撃てる数が多い方がいいもんね。これでいきましょう。特攻。この後安定的に鉄は確保できると思うんですよ、鉄とお金は。で、一方、アルミは全然なので、この特攻型に全てをかけましょう。で、あとは、艦船。逃亡型の駆逐艦。これを、もう何個か作っときましょう。これで、この後ね、生まれ出る大型の空母、洋上攻撃型空母が入ってくれば万々歳かな。で、洋上攻撃型空母ですが、こちらの方はまだまだ未配備状態なので待ちます。では、これで時間を進めましょう。頼むぞ。また南シナか。この南シナが逃げ切れないんだよな。何度か試してるんですけどね。どうしてもね、敵に発見されちゃうんですよね。なんとかねぎ切りましたね。潜水艦をすべて喪失しましたが、やっぱり潜水艦の数を頼みに敵をなんとかね、食い止めるしかないのかな。まあ戦艦部隊は大ダメージを与えたので、またしばらく敵の動きは封じれるでしょう。ただし潜水艦がなくなったので、かつ航空戦力も失ったので、より厳しい戦いになりそう。マレー沖にもやってきますか。マレー沖はね、ほぼ間違いなくイギリス軍だと思うんで、これも、しのいでいきましょう。了解。航空戦力の補修がね、十分にできていないので、ここも。まあ、第二飛行場は捨てるしかないね、もう。了解。よし、敵は3空母だね。敵の3空母を仕留める。よし、足が止まったぞ。敵の空母の足が止まっている。今がチャンスだ。ここで夜になっちゃうんだな。夜になるともう不利だよね、むちゃくちゃ。一方的にまあ攻撃をまあ受けてしまうと。なんとか逃げ切りましたね。で、マラッカ海峡の攻略は一度キャンセルをして、マラッカ海峡を選択して、金7000を受け取りましょう。で、ちょっとこれ本当に自利品で危ないので、まずは空母を作らなきゃいけないというものはあるんですけど、レイテを取りましょう、レイテを。うわ、無理だ。レイテのこの戦力やばいことになってる。マラッカも無理だな。いや、レイテはこれどう考えても無理だからね。この戦力。アメリカ軍のこの艦隊戦力です。第1艦隊、第3艦隊、第4艦隊はまあ、ほぼ大破してますけどね。いや、この戦力相手にするのは無理だ。マラッカ海峡は？マラッカ海峡も4艦隊入ってるもんな。まあ、攻め込める海域は、小笠原沖、レイテ、マラッカしかないんですけど、まあ、どう考えても、レイテを取るのは難しいでしょう。レイテの航空基地の場所がただそこまで多くはないので、健康一滴、まあ、艦隊戦力を結集して、決戦に挑むとしてもだ、この第一艦隊だけでももうだって厳しいよね。さらにほぼ無傷の第三艦隊でしょ。で、おそらく第5艦隊、第11艦隊、第13艦隊のいずれかが出撃してくるので厳しいな。マラッカはただ航空基地が3つあって、いやー、400機の飛行場があるから、これ破壊するのも厳しいよな。いや、いよいよ厳しくなってる。となると、ちょっと方針を転換して、やっぱり特攻型の潜水艦を大量建造するしかないですね。ちょっとその方針で頑張りましょう。並行して、大型空母まで作っておくという形でいきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。